下手な冗談。なのね。よくも、よくも！あなたたちもたくさんの人の命を吸ってきたのでしょう。因果応報よ。因果応報。嫌いな言葉じゃないわ。そうね、確かにあなたの言う通り、私の番が来ただけかもしれないわね。いいわ、これが私のしたことに対する報いなら喜んでとまでは言わないけれど、受け入れることにしましょう。なんで？だって私、鬼になったことには人かけの悔いもないんですもの。人のまま死んでいたことを考えれば、この終わり方は十分にマシだから、主様に鬼にしてもらったの。だから私を鬼にしてくれた主様を助けて差し上げられなかったことが悔しくて悔しくて仕方がないのよ。ユメイだったかしら、柱の継ぎ手。だから私を滅ぼすあなたに、この悔しさを分けてあげるわ。母ちゃん！
ちゃん、大丈夫？どこも痛くないし、なんともなってないみたい。でも、ちょっと気分悪いかな。そう、危機に当てられたのね。咲夜さんの状態は落ち着いたわ。ただそのためだけに、アキラさんを僕の運命に巻き込み、鬼に疲れたどしがたい命をつなぎ止めてきたんだ。ケイ、待つんだ。そっちは危ない。違う、僕はケイを狙ってここに来たんじゃなくて、ケイを狙っているのは僕じゃなくて、ケイちゃん。ううん、なんでもない。その、スズラちゃんは？寝ているよ。体の方は落ち着いている。ええ、怪我はしていないみたい。それはよかったよ。どうかしましたか？いや、なんでもないんだ。
の経験からすると、自分が何をしたかは覚えているはずだ。そう。だけど、これで一つ僕の目的が果たせたよ。この鏡を破壊するために僕はここへ来たんだから。彼女に邪魔をされて僕は何もできなかったけどね。僕はこの鏡のせいで鬼になったようなものだからね。彼女たちには10年来の恨みがある。そりゃあね、のぞみちゃんたちは悪いことしてたわけだし、私だって血を吸われたりするのは嫌だけど。そうね、かわいそうな生き方をしていたわね。せめて弔ってあげましょう。お柱様のご神木にはね、こごって帰れない魂を蝶に変えて飛ばす力があるの。鬼車。そう、鬼の車に乗せてあげれば彼女たちだって。大丈夫なの？ええ、その子たちの分ぐらいなら大丈夫よ。柱の封じには影響がないわ。行きましょうか。宇月さん、留守を頼めますか？そうですね。私はこの鬼を全面的に信頼したわけではありませんし、見張りを兼ねて残りましょう。じゃあ、よろしくお願いします。大丈夫だよね。ケイ君が私を狙っているのって。
見送ってあげましょう。今度こそ迷わずに向こうへ行けるように。次に帰ってくる時は不幸のない一生を送れるように。さて、悪循環に陥ってしまった因果はどこかで断ち切らなければいけないんだよ。それで私に諦めろと？いや、約束通り僕が目的を果たしたらこの首をあげるよ。僕の首が君のものになることを恨む人が出なければ因果の輪はそこでおしまいさ。違うかい？いや、